ベーグル。スイカ。依存したらいいじゃないですか。どこと。依存してます、あなたに。はい、私もあなたに。ポテトついてるぞ。依存の何が悪い。まあ、あなたを失った場合、代償がでかいっていうくらい。でも死なないでいたから。何でもって言ってる。でも。あっ、依存したいじゃないですか。人間依存で生きているんですよ。依存していかない。悪くないと思います。ごつい朝ごはん。豚の角煮。なんで豚の角煮なんですか。なんか手間かなって。煮込んでるから。煮込んでほしいってこと、はい、ブルーベリーヨーグルトだけ。コーヒー。卵サンド。卵サンド食べてんの？うん。うちのことが好きなところ。森体勢があってアイシャドウが似合うところ。一口大きくくれるところ。ショートカットが似合うところ。ボケたらすぐに笑うところ。私と話したところをたくさん覚えているところ。ほい。やります。12月。やります。絶対にやります。青。黄色。ツナマヨ。イクラ。アムステルダム。待って、うちも行きたいんだよね。ガチで行きたい。なんで知ってる。タトゥー入れたい、アムステルダムで。フランス、アムステルダムも行きたい。旅行、旅行、遊ぶ、バイト。あ、確かに。お金稼いで全部使う。旅行で全部使う。欲しいものは全部買う。時間がある時に映画をたくさん見る。やってみたいところを全部やっちゃおう。はい。頑張る。楽しむ。励む。学ぶ。何でもやる。全部やる。学生じゃなくてもまあやっちゃうかも。確かに。まあでもやりやすいのは学生かも。そう、やりやすいのは学生かも。いつでもできると思うけど。うん、その職に、職場に、職に、突撃。連絡する。あ、学ばせてください。知りたいです。とか言うとか。そう。学びたい人ってもうね、あ、ごめん、できた。本当に。学びたいと思ってれば、教えてくれるはずです。うちだったら教えちゃう。うちも教える。だから聞いてみよう。 なりたい職の人に聞いて、突撃インタビュー。そう、そこでもし就職できなかったとしても弟子にさせてもらおう。うん、てかちょっと教えてくれるとか、うん、なんかつながりを教えてくれるかもしれないし、連絡することは大事。そう、本当に頑張ろう。もやもやするしね、連絡しないと。メロン。いちご。いいよ。いいよ。読書。月見と芋食べる。みちゃん。質問コーナー終わります。楽しかった人。はい。って言ったら、あ、髪切った。切った。